ドレスデンへ文書より55から59,74ページ。日食、月食の表、定山表、洪水、ドレスデンへ文書は、マヤの書き物である。南北アメリカで最も古い本であり、13世紀から14世紀のものとされる。このコデックスが、ドイツのドレスデンで見つかったためにこの名がある。ザクセン州立図書館ケンドレスデン効果。 大学図書館の博物館が所蔵する。アマテに書かれており、縦20センチメートルで蛇腹折織りの形式で書かれ、引き伸ばすと3.7メートルの幅になる。マヤ文字で書かれ、筆者時期より300から400年前の原文を記している。第二次世界大戦で水に浸かり、深刻な損傷を受けた。ドレスデンへ文書は78ページからなり、装飾的な表示が、 前と後ろについている。大部分は裏表両面に文章が書かれている。赤い顔料で枠が描かれているが、多くのページでは、経年劣化によって枠が消えている。一つのページは通常上下に三つの部分に分けられており、学者は便宜的に A、B、C と名付けている。一部のページは二つの部分しかなく、逆に4ない四5部分に分かれるページもある。 各部分は通常赤い縦線で仕切られた二つから四つの列に分けられる。ドレスデン絵文書は新世界におけるスペインイタ新聞を生き延びた四つのマヤ絵文書の一つである。マヤの絵文書はどれもほぼ同じ大きさであり、大体縦 20cm、横 10cm である。絵と文字は熟練した技術者によって筆と植物性顔料を使って書かれている。多くのページでは、 黒と赤が主に使われている。一部のページでは黄色、緑、マヤブルーで塗られている。書き手は8人おり、それぞれ書き方、字体、主題が異なっている。フンボルトによる1811年の書物に、ドレスデンへ文書からの5ページの複製が載っている。ジョン・エリック・シドニートンプソンによると、ドレスデンへ文書は、メキシコ島南部のユカタン半島で作られた。 マヤ歴史学者のピーター・ J ・シュミット、メルセデス・デラ・ガルサ、エンリケ・ナルダはこの説の正しさを確認している。トンプソンはさらにこの英文書に見えるいくつかのシンボルが、地点一対一体にしか見られないために、この地が出どころだろうと推定し、天文表もこの説を裏付けるだろうとした。トンプソンによれば、床ン半島の人々が1200年頃に天文の研究を行ったことが知られる。 またトンプソンによれば、チチェンイッツァにおける同様の土器の生産が13世紀前半に終了したことがわかっている。イギリスの歴史学者、クライブ・ラグルズは何人かの学者の分析に基づいて、ドレスデンエ文書が既存の本を筆写したものであり、原本は12から14世紀に書かれたものとした。トンプソンは期間をより限定して1200年から1250年の間とした。 マヤ考古学者のリントン・サターウェイトは1345年以前の作とした。ドレスデン絵文書は南北アメリカ最古の書き物である。ドイツの新学者でドレスデン王立図書館長だったヨハン・クリスティアン・ゲッツェはイタリア旅行中の1739年にウィーンの個人から絵文書を購入した。トンプソンの考えによれば絵文書はメキシコ総督エルナン・コルテスが カール5世に送ったものである。コルテスは、カール5世がウィーンにいた1519年に、文書他のマヤの品物を送っている。アレクサンダー・フォン・フンボルトは、ドレスデンエ文書の47.4850から52ページの、複製を1811年の地図帳、アメリカ大陸山岳史と先住民モニュメントに載せた。これが、ドレスデンエ文書が出版された初めである。 絵文書全体は、キングズ・ボロー教が1831年に出版したメキシコの古物で最初に出版された。1828年に、コンスタンチン・サミュエル・ラフィネスクはこの書物の文字が、パレンケの碑文に似ていることから、絵文書がマヤのものだと指摘した。歴史学者のサイラス・トーマスは、絵文書がマヤ歴の260年の周期と1年の365日に、 関連するとした。ラグルズは、マヤ人が260日の暦を、天体特に、火星と金星に結びつけていることを示した。ドレスデン絵文書は、マヤ文字の解読の鍵となる役割を果たした。ドレスデン図書館員であったエルンスとフェルステマンは1880年に、絵文書の最初の完全な副写を出版した。フェルステマンは、絵文書の暦の部分と、 そこに使われているマヤ数字を解読した。フェルステマンは英文書中の数字、神々、日の名前がマヤ歴及び長期歴と関係することを明らかにした。1950年代にユーリー・クノロゾフはランダのアルファベットをもとに英文書の音声的な解読を試みた。同じ方法は1980年代に他の学者によって継承され、この方式に基づいて、 さらに解読が進んだ。パウル・シェルハスは1897年において絵文書に登場する神々にアルファベット一文字からなる識別符号を与えた。シェルハスによる中立的なシステムによる神の識別は後のマヤ研究者の踏襲するところとなった。フェルステマンによる複製 PQ 絵文書は重賞に分けられる。著。神々の衣装、は母上の犠牲。 神々への祈願と信託の準備。月神医師、チェルの暦。イシュチェルは癒しの神であり、また病気をもたらす。金星表。金星神の図像と情報。584日の金星の会合周期を使い、312年にわたって、金星の明けの明星、または宵の明星としての現れ方を記す。金星は攻撃的な神と考えられており。 おそらく軍事行動の成否を計算するために用いられた。日食と月食の表。マヤ人は食を不吉で危険なものと考え、災疑や犠牲によってその影響を避けようとした。78の乗算表。78という数にどのような意味があったかは不明である。カトゥンの予言。カトゥンの終わりに起きる災害について。マヤ歴においてカトゥンは 約20年の周期で13カトゥンで一周する。周期の終わりは、飢金、干ばつ、地震のような災害と結びつけられていた。4つの空白のページを含む絵文書の理面の最初の部分である、蛇の数字と世界の柱。蛇の数字は約3万年間に起きる神秘的な出来事を示す。その後には、世界の柱について、 および雨の神である客の様々な現れについて記す。マヤにおいて、時間の起源は、雨の起源と結びついていた。ここでは、古典気マヤのパレンケやティカルの碑文と同じ用語が用いられている。大洪水、洪水による宇宙的災害を描写している。マヤの伝統に従い、現在の世界の滅亡は、過去に存在した三つの世界の滅亡によって予言されている。 新年の祭り、ハーブの最後の5日に王と新官が行う祭儀について記す。新年の祭りは破壊された世界の象徴的な再創造と考えられていた。農業の予言歴、雨の神と火星の運行。予言歴は天候や収穫について述べる。42から45ページは、雨の神の旅と780日の周期を持つ火星の 動きを記す短い節である。最後のページの最後の部分には91の乗算表があるが、この数字の意味は不明である。アリオによる最初のページ付け正しい読み順1945年、以後の順序イタリアの芸術家で同伴技術者のアゴスティーノ・アリオは、キングズ・ボロー教の1831年の著書、メキシコの古物のために絵文書の複製を作成した。 その後絵文書は取扱いや日光、湿気のために劣化した。第二次世界大戦中のドレス伝爆撃では絵文書を保存していた地下室が洪水になり大きな被害を被った。ドイツの歴史学者 j ェイ・ a r マ a n マによれば特に2.424.2834.3871.72において被害が甚だしい。これによっていくつかの文字は読めなくなってしまった。 現在の絵文書を、キングズ・ボロー教やフェルステマンの複製と比較すると、このことは明らかである。現在のページ番号は1825から1826年に、アゴスティーノ・アリオが複製を作成するときに付けられた。アリオは、絵文書を二つの部分に分け、それぞれに、絵文書 A、絵文書 B と名付けた上で、A の表、A の裏、B の表、B の裏の順に番号を振った。 今日、歴史学者のヘルムート・デッカートや、フェルディナント・アンダースらは、絵文書が実際にはまず表を全部読んで、それから裏に移るべきだと考えている。つまり、ページ1から24、46から74、25から45の順に読まれる。エルンスト・フェルステマンは、絵文書解読中に、アリオのページ番号の誤りに気づき、P1 と P45、P2 と P44 の番号を修正した。 1945年のドレスデン爆撃による水害のために絵文書を乾かしてガラス棚に戻すときにさらにページ順が変わり現在では P6 と P40、P7 と P39、P8 と P38 が逆になっている w i k i デ e d i a ンズにはドレスデン絵文書に関するメディアがありますありがとうございます